しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は留学シーガチャが届いておりますので、こちら引いていきたいと思います。このアカウントに関しては、初めての留学シーイベントですので、全部初ゲットです。何が出ても嬉しいですけれども、まあミナカとかフェノンとかそういうちょっとリーダーで使いやすいキャラ出たら多少変わるかな。あとは普通に着せ替えドロップが欲しいので、ああ金か、ああでもオッケー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 。このキャラ本当ね、スキーブ5で無効貫通持ってて、でね、威嚇もあるし、なかなか星5の中でも強いんじゃないですか。汎用性が高いというか、はい、ありがとうございます。やるじゃないか。はい、ということで本日なんですけれども、この間までの進捗というか、まあどうなったかっていうのをお見せしたいと思います。結局ですね、ジューンブライドはウェディングドレスじゃなくてケーキ交換しました。コメントでね、アドバイスいただいた通りですね、この、まあ、コラボ禁止でやってるんですけど、このなんつーのコラボなしで封印耐性2個の武器って入手できる機会なかなかないよってことで、はい、こっちを選びました。まあ、どっちも交換できたら一番良かったんですけどね。僕はそれよりも、奇跡を優先しました。このね、ブラフマ、センリ、ビーザルっていう、作ろうと思ったらスタミナも時間もめっちゃかかる、ね、この辺のちょっと大変な奇跡をちょっとね、優先的に交換しました。で、まあ、これを使ってなんですけど、まあ、ちょっと悩んでますね。フレイヤ、進化いけます。で、あとね、読みとかも持ってるので、超転生読み作ったりもできるわけですよ。これですね。あ、覚醒持ってるわ。はい、この辺とか作れたりするので、まあね、奇跡も1個しかないので、今後どういうキャラをゲットしていくか、まあタイミングが来たら進化させるでいいかなと思います。とりあえず大事に大事に。はい、で本日は異形の存在リベンジいきたいと思います。前回ね、毒目覚めの対策ができないんですよ、このアカウントだと。それでね、まあ、毒がめちゃくちゃ降ってきてやられちゃったっていうところなんですけど、まああれも運ですから、日の光葉を引かなければワンチャン全然あるというか、もうすでにあの週末チャレンジで勝ってるので、うん、本当に日の光葉の機嫌次第。はい、リベンジいきましょう。さあ行くぞ。はい、パーティーはこれで全く問題ないと思われます。本当にだから日の光葉の機嫌次第、ご機嫌いかがですかって感じですよ。出なかったらもうほぼ勝ち確かもしれない。勝ち確、うん、勝ち確だと思う。だって最後もさ、アルジェでさ軽く出せるしさね、こういうところに関しても、あと道中の根性持ちに関しても楽ですし、まだ表だしね。裏だと、まあ、前回の負けちゃったところで言うと、あのハマルとかが、覚醒無効からの毒の海とかしてくるんで、まあ、ジンがなかったりしたらちょっと大変なのかもしれませんけども。はい、ここもね大丈夫です。火力足ります。あ、めっちゃ落ち込んどるし、いやほんと日の光葉だな、そこだけ。光吸収はどうしようかな。光組まないでいこうか。ちょっと光多め盤面だけど大丈夫、できるできるよ。できないな、これで待っちゃってるけど来ないと思う。よし、天才、これこれこれ、こういうのこういうの。スターバトル4、ここも大丈夫かな。火だけないけど、火が L 入るんで、あー、ちょっとね、今日声が結構なんかガサガサしてるというか、トゲトゲしてると思うんですけど、あの久しぶりにですね、出社したらですね、たくさんお酒を飲むっていう、出社したらお酒飲むっていう、そういうちょっとよくわかんない流れなんですけども、はい、ニコ生でね、たくさん飲んだのと、あとハラミンさんの方のチャンネルでコラボさせていただきましたので、後ほど上がると思います。ハラミンチャンネル、ぜひ見てください。よろしくお願いします。まあそのね、ハラミンチャンネルの撮影からのニコ生の流れで、
さんお酒をいただいてきました。いやもう新しいオフィスがさ、会社がさ、その屋上があって、屋上を自由に使えるわけですよ。でビアガーデンができちゃってさ、もうビアガーデンでお酒飲みたいから出社するまであります、ね、はい、すいません、真面目なサラリーマン、真面目なサラリーマンの方がこの、あー火の蜜派出ちゃったじゃん、ビアガーデンの話してるから。15ターン頑張っていきましょう。真面目なサラリーマンの人がね、この話を聞いたら舐め腐ってんのかと言われちゃうかもしれないんですけれども、まあやることやって働いた上でお酒ですし、そこのオンオフはねいいと思うんです。なんなら飲むのもコンテンツ作りだから。うん、そうだ、そうに違いない。火を得るにして早速毒が降り積もっていくな。まあだからこまめに消していかないと積もっちゃうからね。いや本当にカボデビ欲しい。カボデビとあとなんだ、アギダインもコラボだしね。指は早めに取り返しとこうか、オープンで。回復、回復、まあ毒3で消しとくかな。まあ落ち込んで乗らなければ大丈夫なんだよ。落ち込んで乗っちゃうのが本当に良くないんだよ。ほらね、その五個消しはやばいって。本当に異形って毒目覚めをいかに避けるかダンジョンだよね。これは回復もないので、バトル10でしょ。一旦あるじゃ、打とうか。打ってよし。いやマジで毒の落ち込みやめてほしい。それで言ったらもしかしたら僕のこのアカウントのパーティーで言うと、花嫁パネラーバレンタインイデアルで落ち込んなしにしちゃっての方がもしかしたら安定するのかもしれないですね。安定の面だけで言ったら。ここは木がないけど追加攻撃かかるから大丈夫でしょう。まあでもちょっと毒が多いな。でちょっと毒解除したいので、はい、こんなんで開いて落ち込みで、オッケー、よしよし。いやあと10ターンもあるよ。ああ、そして出ましたね、前回のね、落ち込んというかご都合主義といいますか、前のフロアかな、正月リーチ使ってて、うわやべ正月リーチ溜まってないみたいな展開になったんですけど、3ターン継続だから助かるっていうね、そういうことやってました。ああ、前回の挑戦の動画見てない方ぜひ見てください。いろいろありました本当に。 OK、 さあ毒が2コンボ分あるな。そして火、水、木、光、欠損、これはひどい、ひどいな。まあでも継続、もう一ターン継続するので、吸収無効がなんで、まあこんなんでちょっと気持ち待ってみて。あー来ないか。次は火、水、 OKOK あるね。回復もあるからちょっと1コンボ分消しといて、マジでこっからの毒の落ち込みはやめてほしい、本当にやめてほしい。これでいいかな。よく待ってないからね。ほーら、縦にそんな4つ消しにさ、なるかね。えぐいよ。さあ、バトル14。ああ、覚醒の子溜まってないな。遅延耐性がとても足りない。誰だろう、バインド食らっちゃうな。まあ、とりあえず L で、耐久しようか。
バインドの裂回復はないから大国だと火闇枠取られるんだよね。うわ、しかも毒やば、マジ。まあオーディン使おうか。これで全回復です。ただエンハンスがね持ってかれちゃったのでそれが痛い。そしてこの盤面はもうアルジェ使うしかない。アルジェピンチの時にはアルジェがアルジェ。なんて頼りになるんだ。やめてよ。おお、怖え。はい、オッケー。さあバトル15。遅延が痛いね。鼻炎耐性欲しいな。これも1コンボ分消さないと本当にもう溜まっていっちゃうので毒待たないようにして、これで、あ、待って、4色なかったか。やばいな、やばいやばいやばい。盤面が何よりやばい。いや、やばすぎる。火、水、木、光がないからそれ以外で、いや盤面がマジでやべえ。こんなんさ、マジかよって感じだよ。とりあえずだからこれで固定追撃で抜けるは抜けるんですけど、その後がやべえ。とりあえずこれでさ、抜くは抜くじゃん。あ、でもヌンの可能性やめて、ハマる。あれ、ヌンって裏だけ。ああ、おお、生きた。え、待って、無理じゃないこれ。いや、しんど、毒目覚め、マジでどうしよう。なんで週末チャレンジの時に勝てた。まあ毒が来なかったんでしょうね、確か。いや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 、無理でしょこれ。うーわ、しかも乗るし。うーわ、もうさ、勝てん、毒には勝てん。はい、まあこんな感じで行き詰まっております。まあさっき言ってたね、その花嫁パネラとバレンタインイデアルの落ち込みなしパーティーで軽めの陣入れて、あと毒変換とか入れて、そっちでちょっと挑戦してみようかなって思います。このパーティーをちょっと毒目覚め引いちゃうと本当に辛いっていうところがあるので、はい、また次回に持ち越しになってしまいますが、なんかいい作戦というかがありましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで本日は以上です。さよなら。